今日は長い長いおとぎ話をしましょうこのラビットが主人公です長い長いお話なので小さなお子さんと小学校の生徒さんそれと、うん、中学1年生かなまでは聞いているだけで構いません もう寝ちゃってもいいです。ただ音を聞いてるだけでいいです。その他の人は私と一緒に読んでください。頑張ってね。じゃ、あ行きます。白ウサギからいきましょう。ワン、トゥー、スリー。白ウサギと金色の草原。昔々、木漏れ日が輝く緑豊かな森に。輝く目と柔らかな毛皮を持つ。好奇心旺盛な小さな白いウサギがいました。 彼は森を探検し新しいものを見たり匂いを嗅いだりするのが大好きでした彼は非常に冒険と興奮を求めていましたある日彼が道を歩いていると遠くにかすかな光があることに気づきました彼は光をたどるとすぐに太陽の光にきらめく金色の花で満たされた空き地に行き当たりました うさぎはその光景に驚き心に不思議な温かさを感じました彼は草原に入ると幸福の波が押し寄せるのを感じました彼は自分自由で幸せになれる魔法の場所を見つけたような気がしました彼は草原を自分の家にすることに決め花の間で遊んだり甘い草をかじったりひなたぼっこしたりして日々を過ごしました 彼は自分が望んでいたものの必要なものがすべて揃っているように感じました彼は満足していて平和でしたしかしある日大きな音を聞いてびっくりしました彼が見上げると斧やノコギリを持った男たちの一団が牧草地に向かってやってくるのは見えました 彼らは木を切り倒し土地を開墾してしまいました。ウサギは怖くなって走ってしがみ茂みの後ろに隠れました。彼は男たちが牧草地に近づき花を踏みつけ土を掘り始めるのを眺めた。彼は彼らがその土地に工場を建て大儲けするつもりだと言っているのを聞きました。ウサギは怒りと悲しみがこみ上げてくるのを感じました。 彼は男たちが自分の家と美しい牧草地を破壊していることが信じられませんでした彼は彼らを止めたかったが彼らと戦うことは自分が小さすぎて弱すぎることを知っていました彼は無力感と絶望感を感じていました彼は逃げ出して新しい住む場所を見つけることにしました彼は草原を出て森の中を走り安全で静かな場所を探しましたしかし どこに行っても破壊と汚染のささらなる兆候を目にしました。彼は木が伐採され川が汚染され動物が狩られ人々が残酷に扱われるのを見ました。彼は自分の道と目的を見失ったように感じました。彼は孤独と惨めさを感じながら長い間さまよった。彼は草原に、そして、 そこで過ごした幸せな日々に戻りたいと願った。彼は幸せで自由になれる場所が世界に残っているのだろうかと疑問に思いました。彼は希望を諦めかけていた時、遠くに見覚えのある光が見えました。彼は光をたどるとすぐに柵に囲まれた小さな地に土地に行き当たりました。 フェンスの内側には太陽の光を受けて輝く黄金の花で金色の黄金色金黄金色の花で満たされた庭園が見えました彼はその花が牧草地に生えていたものと同じであることに気づきました彼は喜びと好奇心が芽生えたように感じた彼がフェンスに近づくとゴールデンメドウ保護区へようこそ絶滅の危機に瀕した 動植物が繁栄し保護される場所です野生動物を邪魔したり傷つけたりしないでください自然の美しさと平和をお楽しみください」と書かれた看板が目に入った彼はまた聖域の管理人である親切な老婦人の小さな家,にも,家も見ました彼女はぼ草原が破壊される前に金色の花の種を牧草地から救い出し庭に植えました 彼女はまた人間の活動によって住処や生息地を失った多くの動物を引き取ってきました彼女は彼らを気遣い安全で愛情に満ちた環境を整えましたウサギは感謝と希望の感情が湧き上がりました彼は新しい家と新しい友達を見つけたことに気づきました彼は保護区に入り他の動物たちに加わることにしました 彼は柵を飛び越えて庭に向かって走った。彼は幸福の波が押し寄せるのを感じた。彼は再び自由で幸せになれる魔法のような場所を見つけたように感じました。彼は花々の間で遊んだり、甘い草をかじったり、ひなたぼっこをしたりして一日を過ごしました。彼は土地の動物たちと友達になり、 他の動物たちと友達なり、おばあさんを信頼し愛することを学びました。彼は自分が望んでいたもの、必要なものが全て揃ったように感じました。彼は満足していて平和でした。彼は草原とそこで過ごした幸せな日々を決して忘れませんでした。彼はまた男たちと彼が耐えた悲しい日々を決して忘れませんでした。 彼は自然の美しさともともろさを理解し大切にすることを学びました。彼は地球の生命と多様性を尊重し守ることを学びました。彼は生きること、そして生かし続けることを学びました。彼は白いウサギであり、これは彼の物語でした。 時間がなくなってしまったので、英語はちょっと無理なんで、次の動画で英語一緒に読みましょうね。